こんにちは。本日はですね、コナミのモバイルアプリゲームプロ野球スピリッツエースのコラボ企画いやー来ましたね。コナミさんありがとうございます。プロスペースを、独断でやり続けた結果、コラボ企画が今回めでたく成立しました。いやー嬉しいですね。やっぱり何でもやってみるもんですね。しかも今回はですね、なんとキャリアハイベストナインという企画でですね、ルールはですね、現在 NPB に所属している現役選手の中からキャリアハイの成績でベストナインを組んでみようということでしてね。だから残念ながらロッテで僕が入ることはないんですよ。 OB なんでね、現役選手の中からキャリアハイの何年とかね、2001年の誰それ選手とか、2015年の誰それ選手とかっていう風にキャリアハイの成績をまとめていってベストナインを決めていくっていう企画でですね、しかもですね、その中から里崎チャンネルではですね、2名の選手を推薦させていただいてですね、その2選手がなんと7月中旬の開始予定のプロスピセレクション第1弾でですね、キャリアハイ成績でゲームになんと登場します。いやすごくないですか。責任重大ですよね。今見られている皆さん、里崎誰を選ぶんだっていうところで楽しみにしてくださると思いますけど、選ぶだけじゃないんです。今回選んだ選手の中から2人がゲーム内に登場して、しかもそのキャリアハイの成績のままバロメーターになるっていうとんでもない企画です。今回もうこれは取りに行かなきゃいけない選手が絶対出てくるんじゃないのかなと。オール A とか同値全部クリアしてくる選手が多分選ばれると思うんで、ぜひ誰を選ぶか期待してもらいたいと思うんですけど、ちなみにですね、この企画は YouTube チャンネルのコラボリレーという形で6つのチャンネルで同じ企画を発表されていくので、ぜひですね、他のチャンネルもチェックしてもらいたいんですよ。わかります？皆さん6個のチャンネル2人選ぶ、12球団1人選ばれるっす。すごいことになりますよ。まずはですね、里崎はですね、このベストナインを発表しますけど、全部のベストナイン発表後にその中から誰が2選手が選ばれるのか、発表していきたいので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思いますけど、それではですね、里崎のキャリアハイベストナイン発表します。まずはですね、ピッチャーは後に置いといて、キャッチャーから始めます。まあ、ピッチャー気になるじゃないですか。プロスピエース内でもですね、まあ、僕も思いますけど、ピッチャーの出来が試合を左右すると言っても過言じゃないんで、ピッチャーは置いときます。キャッチャーから、キャリアハイベストナイン、キャッチャーのベストナインはですね、2019年の森選手です。まあさすがにこれはもう森ですよね。12球団現役で古田さん、野村克也さん、そして阿部慎之助以来のキャッチャーでの首位打者、そしてベストナイン、これはもうね、昨年2019年のシーズンの成績、まあ、申し分ないっていうか、まあ、皆さんもそうでしょうけど、多分異論はないと思うんですよね。まあ、今年ももっと打ってくれるでしょうけど、今本当に12球団最強の攻撃力を持ったこの森選手がですね、キャッチャーのベストナインですね。で続いてファースト、2018年山川穂高選手。あ、ちなみにですね、ここにキャリアハイの成績がありまして、山川選手はですね、2割8分1厘、ホームラン47本、打点124、ホームラン王、ベストナイン MVP っていうね。いや山川もすごそうですね。多分プロスピ内だと当たったら果てしなく飛んでいく能力値出してくるんじゃないのかなっていう。まあこれもファーストもやっぱり日本人でね、なかなかホームラン王を取るっていうのが最近ね、外国人選手が取るっていうことが多くて、なかなか減ってきてる中で47本もホームランを打って、まあ昨年も50本いくんじゃないのかと思いますけど、多分将来的には絶対50本以上は打つ選手になると思うんで、まあさらにね、能力値は上がるでしょうですけど、まあこの2018年の山川選手をね、ファーストのベストナインで選びたいと思います。さあ続いて二塁手、これはもう皆さんが思っている通り、2015年ヤクルト山田哲人選手です。
これはもうすぐ決まりましたよ。セカンド山田哲人、なんて言ってもトリプルスリーですもん。しかも3回そのトリプルスリーでもこの2015年の3割2分9厘ホームラン38本、100打点34盗塁、ホームラン王、最高出塁率、盗塁王、ベストナイン、MVP っていうこの記録を達成した2015年が、まあ、僕の中で山田哲人の一番いい年なんじゃないのかなと思って、この2015年の山田哲人選手を紹介してもらいましたけど、これはもうミートカーソルも A でパワーも A、 走力 A っていうことになりますよね。で、だから特殊能力に何がつくのかがすごい気になりますよね、ゲーム内ではね。でもまあ僕山田哲人、まあ今ね、トリプルスリー3回、多分将来的に唯一の日本人で40本塁打、40盗塁を達成できる僕は選手だと思うんですよね。現役にしてもう殿堂入り確実だと思うんですよ。そういった意味でもまあさらなるね成長を期待しながらですね、まあ今年のプロ野球を見ながら楽しみたいなと、思ってます。続いて三塁手、2009年西武中村剛也選手です。いやもうこれはやっぱりサードはおかわり君でしょ。もう打率2割8分5厘、ホームラン48本、打点122、ホームラン王、打点王の2冠王のベストナインっていう、本当に、まあ、長きにわたって統一球で低反発になったのにもかかわらず唯一ホームランの記録が下がらないっていうすごいバッターですよね。多くの選手が本当に低反発の統一球になって、打球が飛ばないで苦労する中で、全くホームラン数が、減らないで量産しまくって、多分40本以上投手も打ったと思うんですけど、まあ、それは何でかっていうとですね、飛ばなくなる球の時はもう場外クラスでもっと飛んでたんですよね。で低反発になって飛ばなくなってもそこがホームランっていうね、そこが多分ホームラン数を減らさないところなんですよね。まあ、ボックラスになると飛ばなくなったらそこはもうレフトフライになっちゃう、この差がホームラン数が増えるか減るかの大きな違いだったと思うんですけど、だからここまで内野だからキャッチャーも西武が3人たまたまです。まあ、ライオンズファンの皆さんはねすごい喜んでると思いますけど、あとセリーグファンの皆さんはね、里崎パリーグ押しすぎだろうっていうのはね、ちょっと勘弁してもらいたいなと。この森、山川、中村はそれはもう反論の余地ないやろっていうね、こんだけ打ってんねからそれは選ばれるやろっていうね、ところだと思うんですよ。で、じゃああと内野一つ、ショート2019年巨人坂本勇人先生です。いや去年すごかったですね。坂本ホームラン40本、まあ打率3割1分2厘、ホームラン40本、94打点、ベストナインゴールデングラブ MVP っていうところで、まあ、これにタイトルに絡めなかったっていうところでね、まあ他の選手もすごかったんだろうなとは思いますけども、まあ、ジャイアンツでキャプテンとして頑張ってきて、その、まあ、自身がキャプテンになってね、まだジャイアンツが1回も優勝してなかったっていうところで多分プレッシャーはすごいあったと思うんですよね。でもそのプレッシャーを跳ねのける自分自身の、成績を出すプラスアルファチームの、優勝にも貢献したっていうね、まあ、原監督も優勝監督インタビューの時にもうこの今年のチームの MVP は坂本だということもね、監督自ら公言してましたし、まあ、もちろんそうだと思いますし、本当に今までもすごかったですけど、この昨年の2019年にさらなる活躍、さらなる成長を見せてくれたなっていう、本当に、まあ、今では2番打者として最強のジャイアンツの、ね、打線を、引っ張っていってるんじゃないのかなというところで、やっぱりショートは坂本勇人かなと。どうですか内野、これで試合したいですよね。1年間、キャッチャーとしては、まあ、1試合5点ぐらい取られてもいけるなっていう安心感のもと、リードできるんじゃないのかなと思う内野の布陣でしたけども、じゃあ続いて外野レフト、2010年、ヤクルト青木宣親選手です。まあね、青木はセンターちゃうんかいっていう声もありますけど、レフトも守れるんですよ僕の中ではね。まあでも打率3割5分8厘、ホームラン14本、打点63、盗塁19、ベストナインゴールデングラブ、首位打者、ここまで見てきた中で一番打率高いですね。しかもね、まあ200本安打も記録してですね、まあメジャーにも挑戦して WBC でもねチームを引っ張っていく選手にもなりましたし、本当にヒットメーカーとしては、まあ、イチローさんに次ぐ
本当に走攻守バランスの取れた、選手なんじゃないのかなと思いますし、対戦しててもそうですけど、三振の少なさとバットコントロールの良さは本当に攻めるのにね、キャッチャーとしては難しかったなと思う選手ですし、その中で甘めに行くとね、一発もあるんで、本当にいやらしい、バッティングをする、怖い存在ではありましたけど、まだ今なおね、現役でこのヤクルトを引っ張っていってるっていうのは、やっぱり強靭な肉体とメンタリティ、やっぱその技術もそうですけど、まあ凄さ感じるなというところです。続いてセンター、2015年ソフトバンク柳田悠岐選手です。まあやっぱり柳田入ってきますよね。この2015年打率3割6分3厘、先ほどの青木を5厘抜きました。でホームラン34、打点99、32盗塁、トリプルスリーですよね。この山田哲人とダブルトリプルスリーを、取ったこの2015年、首位打者最高出塁率の2冠、ベストナインゴールデングラブ MVP というところで、まあ、この柳田選手も、まあ、申し分ない活躍っていうかね、まあ、素晴らしい活躍、しかも最初新人で出始めるときは本当にフルスイングでこんなに満振りしてよく当たんなって見てましたけど、やはり最近はそのもちろんね、思い切って振るときもありますけど、軽く振ったのに打球飛ばすで、反対方向にも打球も本当に多くなりましたし、福岡ドームで、まあ、テラスに入ることもありますけど、本当にスタンドインする、ね、ホームランを、まあ、レフトからライト、どこにでも打てるっていうところは、多分対戦相手として驚異的でしょうし、しかもね、率も3割6分3厘と残しながらホームランも30本以上打つっていう、本当にもうなんか、まあ、パ・リーグにおいては、僕はこの令和の三冠王に一番パ・リーグで近いのはこの柳田だと思うんですよね。だからまあ平成の三冠王松中さんでしたけども、その令和になって一番三冠王に近い存在である柳田がいつ三冠王を取るのかなっていうのは、まあ楽しみに見てますけど、まあ今年だとね、そのバレンティンがヤクルトから移籍してホームラン王のライバルができたんで、そこがどうなるのかなっていうところは注目していきたいと思います。続いてライトですね。最後です。2019年広島鈴木誠也選手です。いやこれはもう鈴木誠也ですね。やっぱり昨年2019年、打率3割3分5厘、ホームラン28本、打点87、盗塁25というところで、まあ、首位打者最高出塁率、ベストナインゴールデングラブと、多分この鈴木誠也もですね、トリプルスリーやりますね。まあ、今年は120試合に試合数が減っちゃったんで、ちょっと積み上げなきゃいけないホームラン盗塁っていうところが、まあ、難しくなるのかなとはね、数を増やすのは思いますけど、試合数が減ったんで、こう将来的にトリプルスリーは鈴木誠也絶対達成するんじゃないのかなと思う本当に万能選手であり、でしかも僕はまあパ・リーグではね、柳田が三冠王に一番近いかなっていうところで、僕セ・リーグではこの鈴木誠也が三冠王に一番近い存在であるんじゃないのかなっていうところで期待しながら見てるんですよね。今は本当にカーブと4番として若きながらね、日本代表でも4番を張りますし、まあ、日本を引っ張っていく、まあ、スラッガーでもあり、ムードメーカーでもあり、本当に頼もしい存在になったんじゃないのかなと、思います。野手陣終わりましたけどまだあります。指名打者 DH 部門2013年、ヤクルトバレンティ選手です。いやー、やっぱり2013年のホームラン60本、これはすごかったですね。まあ、55本のね、記録を超えていくっていうところで、まあ、しかもですね、打率を3割3分と率も残しながらホームラン60本、131打点、ホームラン王最高出塁率、ベストナイン MVP っていうところで、この、まあ、歴史上日本ではいないわけですもんね、この60発のホームランっていうところを、まあ、それを達成した、しかも打率を残しながらっていうところは、ここ近年の最強外国人選手なんじゃないのかなっていうところで、この指名打者にね、バレンティン選手を、指名させていただきました。野手はこんな感じです。どうですか？キャッチャーから森、ファースト山川、セカンド山田哲人、三塁中村おかわり君、ショート坂本、外野が青木、柳田、鈴木誠也に DH バレンティンっていう最強の布陣ができたんじゃないのかなと。だからまあチームで言えば西武3人、ヤクルト3人、巨人1人のソフトバンク1人で広島1人っていうところです。異論は認めますけど、佐々木のキャリアハイベストナインは野手こんな感じです。さあ続いて投手部門いきます。お待たせしました。
投手部門先発2001年、西武松坂大輔。いや、ちなみに1998年あの同じドラフトで入団して、まあ高卒と大卒で違いますけど、今なお現役で頑張ってるっていうね、あの姿は本当に頼もしいですし、やっぱりあのデビューもね、あのすごかったですけど、この2001年、まあ15勝15敗、防御率 3.60、 しかもこうなんと投球回240イニングス、すごくないですか。もう今のそのプロ野球だと200イニングもいけるかどうか分かんない、なんか夢の記録みたいなところになってますけど、それを240イニング投げる33試合登板です。これもまさに怪物。だいたい平均1試合、まあ、7イニング以上は投げてるっていうあの計算上ですけど、いや、このやっぱ This is 先発みたいなね、やっぱ松坂はすごかったですね。 WBC でも一緒にバッテリー組みましたし、まあ、対戦もさせてもらいましたけど、まさに平成の怪物松坂大輔、やっぱりキャリアハイベストナイン入ってくるのかなと。最多勝、最多奪三振、ベストナインゴールデングラブ、沢村賞というところで、もう素晴らしい成績ねというところで、この先発はやっぱ松坂ですね。続いて中継ぎ、2005年、阪神藤川球児選手。いや、やっぱり球児ですね。なんて言っても、まあ、46ホールドですけど、防御率が 1.36、 しかもなんと80試合登板。昨年の西武の平井選手もめちゃくちゃ投げたって言ってましたけど、この2005年ね、阪神リーグ優勝した時に80試合ですよ、3分の2試合出てます、ほぼ。しかもその中で防御率が 1.36、 まあ1回だけ負けたんですね。しかも92イニング投げてるんですよ。80試合で92イニングして、回またぎもバンバンいってるっていうところで、成績も残しながら、いや、でも本当ストレート早かったですね。だからストレートもあって、ストレートが難しいなって思ったのは当時藤川球児でしたね。だからあとはあのもうちょっとこの同じリーグで対戦してれば、もうちょっと対策を練れたのかもわかんないですけど、あのやっぱり交流戦とか日本シリーズとか、その短いスパンで対応するのはもうほぼ不可能でしたね。しかもあのキャッチャーの矢野選手がね、ちょっとあの胸ぐらいの高めに常に構えて、そこに球児が投げてくるんですけど、あそこに投げられたら多分ほぼ打てないんちゃうかっていうぐらいの威力感ありましたね。さあ、それではここまでやってきましたけど、最後抑えです。最後の選手はこちらの方です。投手抑え部門キャリアハイベストナイン、2018年、ロッテ内達也選手です。なんかざわついてます。やっぱあのね、あの僕もいろんな動画で言ってますけど、やっぱ内は怪我しなかったら本当に日本代表のクローザーに選ばれてもおかしくない選手なんですよ。しかもまああの2018年、58試合登板、西武26、ホールド7と、ね、いうところで頑張ったっていうのもありますし、まあ、僕が受けてきて本当にあの、まあ、スライダーも横立て、フォークもありましたし、ストレートも速かったですし、で何気にフィールディングもうまいっていうね、守備力がありましたし、あの2010年の日本シリーズでもあの3イニングね、思い切って連投するっていうところも、まあ、若干怪我勝ちではありますけど、能力としては一級品なんで、やっぱり選びたいっていうね、やっぱロッテ OB、ね、ロッテ内、選んでやりたいっていうね、あの気持ちが、入ってますよ、ここにはね。ということでですね、この中からゲーム内に登場する2名の推薦選手を決めさせていただきたいと思います。里崎チャンネルから推薦される2名のうち1名、まずこの方です。じゃん、外野部門から2019年、広島カープ鈴木誠也選手。まずこの、 あの説明は後でしますからね。最後一人、さあドキドキですね、誰が選ばれるか。もう一人、里崎チャンネルから選ばれるキャリアハイベストナイン、続いての方は、じゃん、2018年、投手抑えろって打ち。はい、こ
だということで2019年の鈴木誠也と2018年のロッテ内達也がさずだきチャンネルからは推薦してですね、ゲーム内にキャリアハイベスト9として登場します。ちなみにですね、こちらはですね、さずだきが広島ロッテ担当だったっていうね。だから広島カープとだこれ6人のね、一番最初に言いましたけど6つのチャンネルでベスト9を発表しながら推薦選手2名ずつがこう選ばれるわけですよね。各チャンネル担当っていうのがあるんですよね。その担当がさずだきチャンネルはロッテと広島だったんですよね。広島っすね、正直めちゃくちゃ選びやすかったです。現役でキャリアハイ、鈴木誠也やな、一択でした。ロッテですね、現役みんな見たでしょ、メンツすごいじゃないですか。それに入っていくっていうメンツ で誰選ぶんやっていう、めちゃくちゃ迷ったんですよね。角中かな、首位打者取ってるし、いやでも柳田とか大きいはえぐいぜみたいな。しかも鈴木誠也入れちゃったら外野2人になっちゃうっていう、やっぱここはもう面白みにかけるっすよね。やっぱ避けたいですよね。そうなったらピッチャーやなと。いや松坂藤川すごいぞと。これはもう里崎の親心もあり、頑張ったっていうことへの称賛の意味も込めて、しかも投手としてのクオリティとポテンシャルの高さはもうこれはもう間違いないんで、これはもう抑えに内を入れていこうと。そしてプロスペースやってますから、僕のザッキーチームでも内を抑えにしようというところで、選ばせていただきました。まあ、これはですね、他の選手の他のチャンネルのコラボにも行きますんで、皆さん他のチャンネルも見ていただいて、誰がね選ばれるか、どんなベストナインを組むのか、そしてその中からどの選手が登場するのか、ぜひ期待してもらいたいと思います。ということで今回はコナミのモバイルゲームプロ野球スピリッツエースとのコラボ企画でした。推薦選手が登場するプロスピセレクション第1弾は7月中旬開始予定なので、まだゲームをね始めてないっていう方はですね、ぜひ今から始めてもらってですね、さずだきとリアルタイム対戦いつかできると思うんでね、ぜひ対戦しましょうね。アプリのダウンロード用 URL はですね、このチャンネルの概要欄に、貼っておくので、皆さんぜひそこからチェックしてもらって、一緒に頑張ってさずだきとぜひ対戦しましょう。ということでさずだきチャンネル、コラミさんの、プロスピエース企画でした。ありがとうございました。